するしない？どうも、日向彩子です。今回のゲストは小林ゴープロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、麻雀の匠、ルールはこのようになっています。南三局日本馬開始です。皆さん手牌を開けてください。ドラがチーピン、ゴーさんはペーチャです。バス前なんですけど、いやもなく残り最短2局、この点差でどういう考えで進めていきますか？このままでいくと満願つもでどうなるかみたいな点差ですけど、うん、今日本馬で京卓リーチ帽が1本あって、うんうん、1000点上がるだけで2600の収入になるんですね、はい、で逆に上がれないで他の人にリーチ帽を取られちゃった場合は、うん、満願つも圏内では届かず、しかもラス目で親をラス目で最終局を迎えることになるということでですね、はい、僕はもうちょっとでも上がればすごい劇的に状況が変わると思うんで、うん、この状況は、全力で1000点でも上がりに行きます。ってことは、ことはこうさん、この手はこの手はタンヤオかトイトイか初ですね、うん、まあ、大体初ですけど仕掛けていく、うん、この手ただ C1 はちょっと仕掛けづらいかなと、まあ、ポンできる牌は全部仕掛けていきます。どこからでも、ええ、なるほど、わかりました。とにかく上がることとリーチ棒を相手に持ってかれることでは全然違うと思った方がいいですね。その意識ってなかなかこう持ってない方多いですよね。そうですね、京卓リーチも持ってかれちゃうのが結構痛いんですよね。トッププロでもその考え方の方とそうじゃない方分かれますもんね、この点差でね、本当ちょっと詰めとくとちょっと離れるでは全然違うんで、まあ、特に今みたいな点差ですね、これは一上がりの価値が非常に大きいです。はい、これはつもぎり、どこからでも仕掛けていくといった形でしたね。この点差、上2人下2人がそれぞれ競っててその意識でやってると、うん、結構殴り合いになりそうな局面とか、まあ、みんな前に出てくる局面ですね。ぶつかるわけですね、うん、降りてたり誰かに上がられたりする時点で絶対自分の予想される最終順位がだいぶ悪くなります。なるほど、孤立牌。このあとドラだったりチーピン引いてもまだ残して手放してもいいかなってことですよね、最後は。まあそうですね、うん、まあとりあえずリャンピンと難があるけど、まあ、ドラにはあまりこだわらずに、うん、だからこの手を1000点で上がるか2000点で上がるかっていうことよりも、あれを誰が取っていくかですね。そうですね、上がるか上がらないかの方がはるかに価値が違いますね、うん、でもつもぎりはしない。まあ単純に 7の方が使える、はい、さあ一応くっついてきましたね。そうですね、クイタンも初の目も両方いけますね、うん、先ほどの1000点も大事な、ね、局面というのは全員の共通で認識になっているかどうかはまだ分かりませんけれども、確かに分かんないですね、うん、ちょっと誰だったのって名前を出しそうになったので控えておきますが出しても大丈夫です出しても大丈夫、うん、まあ、あの人とかあの人とかだったら気にしないんじゃないかっていうのはありますがみんなが知ってる人の名前でしょう、こうさん、それでもあの人だったら絶対気にするなっていうのもありますね。絶対気にする第一位は誰ですか、小林吾以外で。白鳥かな。あ、白鳥さん。白鳥とか。ポン。さあ、手を、はい、初を泣きました。初を仕掛けた。今、この局面、この局のリーチ棒1本って、その、トンバだったらリーチ棒2、3本の価値があるぐらいの。ほんと、このリーチ棒をこの点差でもらうか持ってかれるかは大きいですね。パート3ぐらいに聞きましたね、ゴーさん。さあ、初を泣いて選んだのは、あ、スーソーでした。この後ね、次のポンでも天杯取れますもんね。そうですね、チーでも天杯を取れます。お、
数ピンを仕掛けました。 2,3 の形で4を泣いた。3,4 系ですかね。捨て牌が1,9と自牌。もう泣いてからごちゃごちゃ動かすと、うん、怪しいんですが、はい、こんな感じに並んでた方が、はい、どこに何があるかが分かりづらいんですなるほどね、手の中の分け方、うん、さあチュンを親が仕掛けました。やっぱりこうなりますよね。空中戦ですね。放送の時は綺麗に並べるのとバレないように並べるのも結構必死で結構ちゃんとね、グループ分けしてくださいって言われること多いですしね、放送だと。これか、そう泣けばそう左に想像はないように見えるし確かにこれ、お、チーはい、さあサブロそう泣くと想像の上がないようにも見えるので、三層を仕掛けた。バレないようにこうやって並べとくといいですが。なるほど。さっき数層一番左から切っちゃったんでバレバレな感はありますけど、その後慌てて動かしてるんで。そうですね。まあでもでも。さあ、テンパイが入っています。ここは一枚切れのハック。これはもうリーチがかかっても無視ですね。まあ、かけられるの1人しかいないし、ね、1人しかいないし、うん、あとここで考えとくのは、はい、待ち替えをどうするかだけですかね。うん、まあ、チーソー引いたら両面にするし、うんうん、ノーワンとか引いたらどうしようかなってところですね。どうですか、現状よりよく感じますか。あのマンズのノーワンだと3,4,5,6の連続形が両面に変化しやすい感じワンになるんで、さらなる一手ですよね。ローワンだけは難しいなと思ってますね。ただ8と8のシャンポンってまあそんなに悪くもないので、確かに迷ってますねローワンと3ワンとパーワン、どれが安全かとかですね。今の現状だと現状親がローワンを切ってるので、はい、切ってますよ。これをどうするかもね、迷うところで。ただこれ、さっき言ってた、テンパイの時に空切りするかどうかは、待ちと関係ないところは空切りした方が良いと。さあ、その3ワンを親が仕掛けました。カンちゃんですね。2,4,6 の形から3が鳴いて、6が出てきたと。お、ハク、統一ですか今。手出しでしたもんね、ハクも。あ、はい、1枚も手出しでした。ここはまあ、単ヤオに行ったって感じですかね。あ、ローワン。今ね、ちょっと考えてましたけど、ローワン、手出ししました。で、今、この3人の様子を見ると、はい、向こうに風炉の後3ワン手出しで、こちらも両冠の、両冠を処理できて、まあだいぶ整っている、うん、で、白の統一落としが済んでる、うん、要するに3人ともテンパイもしくはイーシャンテンに見えるんですね、うん、ですからこの3着目のこちらの方は、うん、上がりたいのは山々ですが、ここで振り込んだら結構痛いということで、このローワンは引き気味に行ったんじゃないかな。さすがにこの3人相手に面前でヤンシャンテンぐらいの人は間に合わないと思いますね。さて、ローワンが3枚見えたのでシャンポン待ち続行がいいかなと思ったら両面になりました。これは両面にします。変えますか。はい、ここで手出しパッソ。そう、良さそうですね。仕掛けてる2人が切っている牌です。良さそうだけど大本命に見えちゃいますね、これね。確かに。あ、今手出し初でしたね。初安全牌ですね。はい、さてと、さあ、ツモ番だ。ツモ番ですね、うん、
これはね、空切りしてもむしろそこら辺でキメンツがあるのバレるんじゃないかという気もするので一度ね、空切りして入るんですかね、うん、3はどっちの方がいいんですか、つも切りの方がいいんですかね、うん、つも切りの方が情報が出ないような気はするんですよね、出だし、そしてつも切りのね、判断でも残りの形難しい、上の手が止まった、あ、勘ですね、ここでチュンを果敢ですね、これはもう3人の上がり勝負なんで、はい、ちょっとでもツモ増やしてドラも増やして連覇にさせてですね、さあ新ドラはいいピン、さあ親の勘ドラチーピンといいピン、完全そう。だから、そうですね、例えば、あの、一つ仕掛けた今の人は、実は、バラバラの可能性もちょっとありかもしれないですね、トイメンさんね。あの、白切って、安全牌の初を切って、なんか、キョロキョロしながら、リャンピンとか初とか。そう、伺ってるように見えますか。白統一落としを手配が完成したとも見えるし、バラバラからとりあえず、単ヤオに向かったにも見えるんで、この後の、キョロキョロ具合でキョロキョロ具合また変わってきますね、読みも。ただまあ親は間違いなく来てますね、関してまっすぐ来てます、やっとは今はめくり合いをしている感じですか、はい、そして3着目の上茶が今もう困ってますね、はい、完全に囲まれてる感じですよねこれね、あっちもこっちも仕掛けてますからね、どういった判断をするか、今のところこう通りそうな牌をね並べてますから、選んだのはウーワン、リャンワンが通ってるウーワンが3枚見えていてですね、比較的通りやすそうなワンズですね、うん、自分がね一度切っている牌です、これは大丈夫、うん、はい、行きました、まあ大体行くんですけどね、で次に何を引いたら止めるかですけど、基本は全部押すんですが、スチソーぐらい止められるかなと思ったら今スーソーが通ったので、まあチーソーも切りますね、茶は降りている、そうすると町としてはこれ、ね、マンズピン、マンズソーズ結構通ったんで、今親の親ですね、あ、親の話ですね、うん、親の手配の話、はい、親はウッパーピンじゃないですかこれ、親はウッパーピン、ウッパーピンか手あるとドラがあるってことですか、1枚、そうですね、ウッパーピン以外だと変なシャンポンとかが残ってるおしゃれだね、おしゃれなシャンポン、別に変じゃないですか、ね、そうですね、はい、あ、でも郷さん的には第1位は今ウッパーピン、そうですね、第2位もあります、もうそこ行ってんですか、第2位がね、もうマンズは、はい、2466から6切って地位して、だから、うん、マンズはほぼ解決してるんですね、ないですね、うん、あるのが、ソーズはね今散々通ったので、うん、でパーソーも泣いてないし、ペンチーソーも変だし、ソーズもないとしてやっぱりウッパーピン、両面なら両面ならウッパーピンですね。じゃあもし持ってきたらどうするんですか？ウッパーピンが降りるかもしれないですね。ウッパーピンかカンチーピンか。カンチーピン。チーピンと何かのシャンポンか。両面以外の形の候補ならば、そのような形かなといったところですか。対面を受けて、受けてるように、ね、これは受けてるっぽいですね。手出し者。パーピンかカンチーピンなんですよ。ね、言ってましたね。タイミングいいですね。うん、さあ。さっきパーソーチーはしてなくて、はい、スーソーも通ってるんで。ソーズも。どうしも先に切ってカンチーソーもあまりなさそうなんですね。シャンポンの可能性、やっぱりこのキーってなるのが泣いた後のここからの手前と先のここら辺ですか、そうですね、
ローワンから変わっ最後ローワンですよね。そうです、うん、でその前後に泣いてない牌とかも含めると、うん、結構形は限られてるんですね。うん、そうですね。あ、もし当たるパターンで言ったらカンちゃんかシャンポンですか。カンちゃんかシャンポンですね。パワーワンのシャンポンもちょっとあるか。あー、うん、そうなるとチーソーのシャンポンやカンチーソーもあんまりないと思うんで、はい、やっぱりここはまあチーピンだけは止めて、うん、24688っていうワンズのパターンはあるってことですか。そうですね、うん、それならローワン先に1枚切ってもおかしくないんで、まあ、カンチーピンかウーパーピン、まあ、シャンポンだった場合は、うん、高いですね、うん、パワーワンもないこともないんで、ここはもう流局期待ですね。なるほど。日坊と日本馬が残っての、うん、もう1局2局ならばいいんで。あ、動き出しましたよ。観浪ピンを仕掛けました。そしてスーワン、出てはいないですが、もうマンズは解消してる感じですよね。で、私の大長考してのパーソー切りはこれ大長考というか、まあ、まあ喋ってたけど喋るやつですからね、これね降りたように見えてるかもしれないですね一度対応したかなと、うん、今更間違えっていうのも変なんで、これは降りたようにも見えますね。お、ワンズパーワン、これはもう安牌ないので取り落としか、ワンズに手をかけたんですかね。ってなるとパーワン持ってるパターンはもうないですか。6が1、2、3、まあ多分こちら相当苦しそうなんでもうシャンポンに当たったらしょうがないっていうパワーですね、うん、ということでポンです本当ですね、これ負けましたね。負けたしかも復活じゃないですか。復活の小林ですよこれ。まあ多分ダメですねこれね。あ、上がりまで上がりまではないですね、うん、お、さあ親の上がりが決まりました。コウさん的確ですよ。ウッパーピンですよ。まあこれはさすがに分かりやすいですねこれ。まあでも、うん、すごいチュンドライチテンパネしました。1300は1500オール。まあこれは曲が進まなかったんで、まあ点差をキープでき、うん、3着目までとの点差はキープして残り2曲と、まあしょうがないかなって感じですね。先手のね、教託はなくなりましたけど、本番は増えましたね、はい、はい。さあ、読み的確でした。合ってました。さすがです。この後どうなるか楽しみですね、はい、うん、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。次の3曲3本馬もお楽しみに。